動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。神戸ルミナリエの舞台で行われるスーパーサンタシップ、3年ぶりに復活を遂げた神戸ルミナリエは大きく姿を変えてバトラーの前に立ってまいります。トライアルを勝ち抜いたチームが、グラちゃんを片手にルミナスハーモニーに臨んでまいります。スターアットが率いるユニバース陣営は、このスーパーサンタシップをベースに、さらに先の歌演奏でも反映させる計画を持っており、遥か先の路線に向けて臨んでいるようです。このスーパーサンタシップの成果はどこまで進んでいくことでしょう。右上のピョンタプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。久々の神戸ルミナリエの舞台、これを待ち望んだレガールのバトラーはどれくらいおったんやろうか。なんかもっといそうな気がするぞ。2019年度以来の神戸ルミナリエなんだしな。これで1月も大きな企画が出来上がっていったんだから、結果オーライね。それまでも1月通たな正月さん日を過ぎたな、何もあらへん空白の期間やったらけやしな。それもそうやし、なんといっても、このスーパーサンタシップをもって、おとのきの1組目との関係についても、決着をつける中方向があるわけやで。多くのバトラーがうすうすと感じてるあの件についてやな、何があったんかをチェックするで。パンデミックによって、鉄道界隈は明らかに冬の時代を突き進んでるけど、もし JR までもが近鉄みたいに、運賃の値上げをするとなったら、とんでもないことになっちまうよな。その期間としては、戦時新幹線、今度の春イプルが延伸することで分離されて貫通するパピラニス君が反抗連になりそうやな。どうなるのやらって話やけど、クライディの姿は見られるのかな。今回は最初からここにいる前提なんだけど、もちろん最初から参戦してるよ。いつも以上に師匠のテンションがマックスになってるで、今晩はドカンと盛り上げるつもりやな。初めての神戸ルミナリエ、初めてのサンタシップの総本山、どれくらいスケールが大きいものなのか、じっくりと見に行きたいものですね。とりあえず、まずは神戸ルミナリエのイルミネーションをじっくりと満喫しておきますぜ。ここがメインとなる舞台ね。あのルミナスハーモニーをここで披露して、スーパーグランドチャイムを手にするって流れね。カリンカちゃんが復活するのかは知らないけど、 LKD 数々のグランが見られた。その中でおとのきがカナリアになってカリンカを迎えに行くというものがあった。おとのきの新たな冒険ってことなのか、新型大ゲートはヨハネ号と別のシナリオなのだろうか。そしてここでのルミナスハーモニーでカリンカたちを復活させるちゅう流れなんやな。そんなことしなくても帰ってくるって。
そのプランは問題点が多いから使えないな。まず、イズマコのラッピング車両がスマリーとして登場することから、これまでと違ってかなり後なってカリンカを迎えに行けない。そうなったら、キキュンの収録とかだとすぐに計画倒れになっちゃう代物だよ。そういうこともあるからスターアットはあまり意識してなかったみたい。確かに、イズバコのラッピング車両がカリンカを迎えに行かれへんちゅうのは、音の気がかなり合になったところで意味をなさへんもんやわ。それ、元ネタは8月の無流祭のルミナスハーモニーやろ。元ネタと言いますけど、兄貴、それまでに音の気はかなり合になったことがありましたか？いや、これまでの流れでかなり合になったことはあらへんのや。ただ、2023年の4月末から5月にかけての大型連休にて、スクスタの処刑が宣告されていって、6月末をもって予定通りに処刑されたやろ。そのタイミングでベネクレア王国の復興と並行してサステナ車両の保有を減らす方向で動いてた道中で、新たなフェスを残してサステナ車両が全滅中流れもあったわけやわ。名実の月鉄の車両として赤田組の生え抜きのバトラーがそれぞれ車両を変持ちすることになるわけで、ノーマルアット陣営にとどめを刺すことになるかな。どっちにしてもノーマルアット陣営はおられる立場なんやからリオンがあらへんもんやったけど、音の木が京都の花札屋に起用が来なかろうが、いずれもノーマルアット陣営が大損をこくぜ。音の木が京都の花札屋に来た時はユニバース陣営がノーマルアット陣営を置き換えてくることなくカナリアになっちまった場合は、ユニバースが音の木の分を変持ちするから、その時に誰がノーマルアット陣営を置き換えるかが注目されるところだったのだが、おそらくサステナ車両の保有をやめる道中でノーマルアット陣営を置き換える分、赤田組の生え抜きの新メンバーを多く呼んでいたのだろうか。スクスタの処刑が宣告されてから、本格的にベネクレア王国の復興とサステナ車両の保有例に向けていったのは進んだけど、スクスタの処刑の代償みたいな形で肝心の音の木が京都の花札屋に進出していったんや。そうなったらノーマルアット陣営は完全に罪にかかってもうたわな。ユニバースもおるし、音の木もおるし、さらにはここから先10万系メビウスとかもやってくるしで、その名残が8月の無流祭のルミナスハーモニーにあったってことね。察しの通り、8月の無流祭のルミナスハーモニーは一度はカナリアになってしまった。いずれこのラッピング車両の復活が大きな目的だったのだ。どっちにしても幻だったってことだな。もしあったとしたら今のサンタシップもなさそうだぜ。このスーパーサンタシップがあってもルミナスハーモニーがどうなってたかやな。そのあたりも引っかかるのじゃが、以前までのサンタシップの延長線で終わるとは到底思えませんので、何か新たな兵器を軸にして動かしていたのではないでしょうか。おそらくそうじゃろうか。ハーツのような兵器じゃろうが、やっぱりあれだね。ここに来ると例の楽曲をどうしても思い出すんだけど、阪神なんば線がなかったらこの舞台とは無縁の世界だった。それぞれ思いが折り重なってるようだな。まあこっちだとか演奏もあるんだけどな。そう、この神戸ルミナリエの舞台でのスーパーサンタシップ、ここでのルミナスハーモニーをベースに歌演奏でさらに応用する計画でおるんや。そしてそれにあたっては師匠も重要になってくるんやわな。それにしてもスターアットたちだけじゃなくて、音の木までもが足の線を見かけてるんだってね。それでだけど、その線を見かけてなんか僕たちまで連れてかれたこともあったんだよ。それで何が起きてるわけ？なんで僕たちまで連れられるようなことがあるのかな。スターアットに関しては身体因子を抱えてるからすぐ言われちゃったけど、そっちまでは日が見えるってことら、なんか魔法でも使えるはずだよ。僕たちの場合は1組目2組目の流れで黒のソックスのラインが前提だったってのもでかいんだよ。どっちにしても奴らがミラクル対策戦として火中会に行こうと企んだ点をしっかりと説明するのに、クラウディのその魔法が使えるはずって発言が鍵を握るだろう。もし音の木まで魔法を使えるのなら、それをもって火中
空海を追っていた東高院寺を全て抹消できるって線もあっただろうしな。ですが肝心の火中海での惑星がビッグバン寸前で止めようがなかったのが実情です。いくら東高院寺を除去したところでビッグバンそのものは止められなかったものでしょう。だからこそスターアッとタキハース対策戦として止めにかかってたわけね。実際肝心のリーグ優勝のタイミングで火中海がバンってビッグバンを起こしたしな。もっともピーターの矢でそのタイミングで起きるように調整されてたようだけど。それでやけど京都の花札屋に上陸してもかなり嫌になるケースってのが実はあるみたいで、そのケース中がまさに火中海のビッグバンに巻き込まれた時なんやわ。むしろビッグバンを止めに行って巻き込まれて音の木がかなり嫌になったところで、このスーパーサンタシップにて音の木を元の姿に戻るルミナスハーモニーをやるってのが安定して進行できたようにも思えるんだけどな。そこまでしてやることじゃないでしょうよ。古い仕切り中高段が相当に保守的なのはネガール全体で有名なことなのさ。だけどクラウディがなんか言ってたっぽいよ。スタートも聞いたことがあるはず。この前の鉄道乗車機には師匠がおらへんかったからあれなんやけどな。まあ鉄道乗車機でもフェザースターの件が話題になってたんだよな。やっぱりフェザースターは一度見たら注目されるね。さて、女子会の下りも取り上げたところで、リハーサルの方も見てみるとな。人体位置がないと見られない。こればかりは仕方のない話だよ。だけど、この私もフェザースターの姿をこの目で確かめられるのだが、我がも同じく、そなたの姿を目にできるユニバースであれば確実に出会えるのは間違いないだろう。そうだね。危機的界隈なら、ユニバースになった人やったら俺なんかは明らかに異端にやんか。師匠がフェザースターってどういうこっちゃ。さあ、あんなことになるところだったよ。危なかった。僕たちが魔法を使えるんじゃなくって別の側面があったってこと。でもノーマルアット陣営はノーマルアット本人も含めて誰一人がフェザースターを見られなかったって聞くから、ユニバースとなんか大きな関係があるのは間違いないよね。この前の鉄道乗車機で話題になったのは音の木のメンツたちもフェザースターを見かけたちゅう話。音の木がユニバースになるっちゅうのはいまいち考えられへんから、なんかあるんやろうなって。危機的界隈のみならず各社でも聞きりになってたんやわ。そうだったんだね。まあフェザースターの運転手ははっきり言って気まぐれだからね。本人は理解できないのは当然のことだよ。金玉主の取り込めてへんと本人もなりと扱われるんはいくらなんでも厳しすぎるわ。あとスターアートに関しては生まれつきで金玉主も抱えてるからわけがさんで。それを言うなら妹もそうやな。妹が生まれる時は弟たちとは全く別の感覚やったし、生まれる前からお兄ちゃんがそばにいた感じだったよ。やっぱりあの時から意思疎通があったんだね。おじじが妹も身体維持を抱えてると俺に知らせたもんでやな。しっかりと世話をするようにとミッションが課せられたんや。それがあまりにも大きく影響してたんやな。にしてもここまで妹が俺に依存するちゅうのはな。やっぱり眠たくなるかな。まだ本番が始まってないから寝てもいいかな。運用がインテンスやから妹がすぐに疲れ切ってまうんやわ。師匠の言う本やったら体力が尽きてまうやろうかな。加えてスタートに関してはなんかミカエルとかガブリエルみたいな感じみたいだし。そうなりますとやっぱり地雷系とは馬が合わなくなりますよね。やからって2023年内で結局7号車が10万周を得れずに終わるんはないわ。そのせいで2024年度の日本エリアはのっけからめちゃくちゃになってるしでな。ミリスタの他の文字を得てもまだ終わらないような状況だぜ。どうしてこうなった、どうしてこうなった、一体何が起きるってんだ。季節界隈にベネクレア王国を早急に復興せよ。中神からの宣告なんかもしれへんし、大天使による東古陣営を含むサタン大複製なんかもしれへんで。まあしもこればかりは何が起きてるのかわからないよー。
サータンたちをさっさと変付けてくれるのは俺らからしたらありがたい話なんだけどな。世界的にはサータンたち投稿陣営以外にもサタンがうじゃうじゃおるっぽいしな。レガールを制圧した後はサタンを狩りまくるのが大きなミッションとなりそうだ。やり込み要素としていける限りでサタンを暮らしめておくのさ。もちろん今後を取り除くことがサタンを懲らしめる一番の近道だよ。そのための死罰行やなんやで、サタンを懲らしめるには、ブッダとイエスの両方の力がいるんや。煩悩を取り除く方と、サタンを懲らしめる方ってね。にしても、音の木のメンツまで、セガースターを見かけるようになってたなんてな。クナウリもこれに関しては首をかしげてるんとちゃう？イレギュラーなイタリと思うててもおかしくあらへんし。身体値に関しては危機的界隈での話だけど、他者線に関してはまた状況が違ってるはずだよ。さすがにそうだよね。他社線のバトラーまで身体因子を抱えてるってのは考えにくいよね。やからこそ音の木のメンツがフェザースターを見かけたからってそれが音の木がユニバース入りするって直結するとは言い難いんやわ。武器がいろいろと揃いすぎるとまとめるのが大変だから必要に応じて用意するのが良さげってところね。まあ音楽事情は後にして音の木がフェザースターを見かけたことが何を意味するかだな。鉄道乗車機の方ではフェザースターの役割が大きく示された結果になったと言ってたけど、それに関してはクラウディが判断するはずだし、全てがそっくりそのまま反映されることもないだろう。少なくともそのまま音の木がユニバース入りするってわけでもなさそうね。やっぱりそうそう甘くはないんだね。スターアットたちが納得しなさそうだし仕方のない部分もあるんだよね。やっぱただでさえ紅白も前半のパートでとうとう視聴率が2割台にまで落ち込んだんだし、これだと僕たちがユニバースになることを納得してくれるバトラーが多くないはず。確かにそうやな。仕方のあらへん部分がそこにはあるんやわ。ましてやこっちなんかは聖子とレインが大きくそびえ立ってるんやし、他社線と比べても明らかにその関門の難しさが抜き出せるんやわ。確かに今の J-POP ってなんか知らないけど同様未満の水準みたいだしな。 J-POP が同様未満ってそりゃ一般のテロイが聞こうとしないのもわかるぞ。好みの問題で片付けられない話になってるぜ。その影響がもろに及んでるってわけさ。仕方ないと言えばそうかもしれないけど、ここまで極端に閉ざすことでもないんじゃないかな。これまでの流れを見ると裏口が開いてたようにも思えるしな。そうはいきませんよ。最近ではその裏口ですら固く閉ざされているのです。そんなことになったのは何かしらのトラブルがあったのが原因でしょうけど、2023年度になって芸能界での致命的な不祥事が相次いでいたこともあってね、ドレミファ学園を運営する月鉄界隈にとってはなおさら警戒しないといけない話だよ。ドレミファ学園に枯れ表被害を泳がせ専門にメディアを全面的に配慮してるし、変な週刊誌図が遠なせ専門にもなってるんや。セイコとレムとドレミファ学園、これらが大きな関門となってるんや。そんな状況で音の木がユニバースになるってなったら、多くのバトラーが疑問に思うてなるわな。セイコとレインも40年を超えてるから、そろそろアトラマがいるところなんだけどね、こればかりはどうにもならないかな。さて、ここから最近になって見られた数々のミステリーをガンガン追い詰めてくぜ。昨日までいろいろと言ってたんだ。改めて紹介しちゃおう。その前に、まずは小悪魔の件やな。あれこれ調査したところ、こともあろうか、同じ5820系でも、奈良線の DH 編成が小悪魔になってたことが明らかになりよった。あとは、
ミャクミャク様もそうやな。共通してるのは、ルイーとのコンビばかりをかまされたアンラッキーな編成。この日でこそ、9020系と組んでたんやけど、前期者の EE20 に、音の木の3組目にも小悪魔になった奴がおったそうや。それで、最近になって伝統無限上にて、7号車が猪木や駅のデマン集を隠ったことにあやかって、あのカスカスがスタートと組むようになっていったってことか。しかし、それだとマドラスドリームがスーパーサンタシップにくれないのではないか。それに関しては、音の木の1組目とか、あらかじめ所定のダイソーを担当するバトラーで穴埋めすることになってるから、マドラスドリームは正常通りに運行されるぜ。近鉄5820KDF が華やかに活躍してる一方で、DH の方はズタズタというありさま。けどよ、最近の阪神直通階級だけど、VE 祭りの回も多くなってるんだが。そこが心もとあらへんねんな。どうなってるんか知らんけど、5820系に限らず、他の形式でも同じ傾向があったで、6本しか直通できひんのにどうなってるんや。おまけに5824が小悪魔に打点しとるしで、これもやっぱりあの剣が響いてきてるんとちゃうんか。近鉄カルアンと関係ならへん宝塚の剣なぁ。阪神にも影響が及んでそれが、奈良線に流れ着いとるんやろうかな。縁起が悪いから JR に逃げてきたぞ。まあ、もともと三宮より西の神戸だったら JR の方が有利なんだけどな。まったくだ、実は1月になってから、ここまで朝のラッシュのドリフトに参戦できてないのだ。そっちにも影響がもろに出とるんか、なんていうかやな。そやそや、この前に言うてたあのミステリーやけど、投稿撃退した今やとまた状況が変わっとるはずやわ。そうだよね、投稿ちゃんが今今だと話が新他県文録、音の木の果実、全国列伝、花園スタジオに置かれておった水浴の太陽、そして、ピエロ川の書物、これらから、ミステリーが紐解かれるじゃろう。新他県文録って、新他王国とピエロが、ニューロットと激しく戦っていた記録が書かれてたやつか、ここで初めてニューロットの存在を知ったんだな。真のエイリアン X はそいつだってのがわかったしな。だけど、ニューロットについて記録していたのは、どういうわけか、メネクレア王国なんだけど、これはどういうことなんだ？わしの国家とメネクレア王国は長期にわたって交流しておったのにゃ。故に、メネクレア王国の方で、こっちの攻略も記録しておったのにゃ。ニューロットについてメネクレア文字と呼ばれる独自の言語で遺跡を残した理由でもあるわけにゃ。しかしながら、スタートのパルナスターニャが、わしからすれば、かなりと不可思議なものにゃ。これに関しては、そう思われるのも、無理はないと見ております。ニューロットが起源となる破壊化をこっち側で習得して、進化仕様に改良した技ですので、言い換えますと、東古陣営が揃って、ニューロットの力を取り込んでいたことを表します。こちら側のパルナスターは、そのことに対する一種の根拠でもあります。アラグインがニューロットの力を取り込んでいたのは、言うまでもないのです。全国列伝でその方法が書かれておりましたが、そのままでは災いを起こすのは破壊化で証明済みです。あの書物と壁画はニューロットの力を使うことを禁止するためにあるものなのです。やはりあの遺跡は警告にゃ。ニューロットが心の中に潜んでおったとしても迂闊に圧の効果を使うことらではならぬのにゃ。ピエロも一回分裂しておったわー。ラクーンとしてはあしらに襲いかかってきたよほう、ピエロでも分裂があったのか、ラクーンも四回とかに行ったんだろうかな。さて、次はピエロ側の書物だな。どういうものが隠されてるんだ？だけど、マーシがおるから、ピエロの剣はこっちで言わせてちょーだいむしろ師匠が直接説明する前提なんやわ。特にネクロディア、今やとまた事情が変わっとるしで。スタート、気づいたらネクロディアを無知として兵器にしてやがるぞー。スタートにネクロディアの無知を持たせるのはまずすぎるでしょうよ。インポスターどもはこれでお仕置きしまくって、逃げるインポスターも縛りつけてってな。やっぱな、下手なローを自称するバトラーよりもやっぱんでこれ、どんなっての避難で、音の木でも、しばかれる役が出てくるで。本当だよねー、だけどネクロディアって、ミューロットを縛りつけたり、封印するために開発された兵器だよー。
本来の使い方に戻っていってるじゃん。俺も握ってみて思うてたわ。これ当初の目的として使われるやんってな。これってビリスタ送りになったら刹那もしばかられてたんやろうか。ビリスタはビリスタでまた違う罰ゲームが待ってるんだぜ。じゃが音の木の果実と水浴の太陽が気になって仕方がないの。音の木の果実がミューロットの存在を現代に繋いでいるのは紛れもない話で、2021年度の宇宙戦争においてアラブインとミューロットが一体化しておりました。が、トーコ陣営の誘惑に乗ったバトラーがミューロットに繋がれていたのでした。ミューロットはオーフのバトラーをアラブインと繋ぎ止める役割も果たしてたのか。ガルガレカスビル戦でアラブインと切り離すことなのかならない話やったわ。そう、誰かさんもミューロットに繋がれてたんだよな。なお、将来的には身体因子を抱えておらんバトラーが全員ミューロットになるとも言われておった。そう聞くと危ないところじゃったのう。アラブインが繰り出した破壊かどころの問題ではなかろう。そいつらは勇者があるあるで使う剣などが全く通用しないんだっけな。外からの攻撃にはものすごく強いというな。こうなってしまっては突破口は身体因子のみとなってしまうもんや。しかも、投稿撃退した今もなお、ミューロットは生き残っている模様です。それを根拠に、サーターンは投稿陣営をまとめ上げております。今回のスーパーサンタシップにも間違いなく接近することでしょう。だからわしも駆けつけてきたんだよー。サーターン君もなんか物好きねー。物好きというのには、語弊を感じざるを得ないのやが、しかしながら、スタートよ、そなたが活用していた方々の車両が小悪魔に打点するとは何たることじゃ。何かここまでの過程でよからぬことがあったのじゃろうか。言うまでもないが、仮通会、空のビッグバンを覗いた話じゃ、見るからに大事件があったのが垣間見えるのじゃ。そう言われたのであれば、ミラクル対策戦が諸悪の根源と説明しないといけませんね。なんか、おともきちゃんがロケットに乗って、なぜじゃ、なぜあの桃がロケットで火中界に向かうことがあるのか。わしにも到底理解できぬ話じゃ。スタートよ、おともきの身に何があったというじゃ。通常のルートとは明らかにかけ離れておるではないか。こういう出来事が2023年度にあったのでした。スクスタの処刑が火中界、空に向かうきっかけになっておったのじゃと。主を失ったんですよ。音の木の3組目は成り立ちが特殊な組であります。音の木の3組目といっても、我々は2つの世界を往復して攻略しておるのじゃ。その2つの世界では主人が全く異なっておる。立ちの悪いことに全く同じ姿のドッペルゲンガーじゃ。その件であればわしも確認すぎにゃ。同じ姿の気が薄ぎんという件やな。近鉄 5820KDF、 これについて何か言いたいことはあるか。ハーツ対策戦の代表編成として言わせてもらうんやったらこうなるわな。ん？アニメ版もトムちゃんが主人公じゃないの。その件やけど、どっちも主人が主人公なんやわ。てか、アニメ版の方はオリジナルキャラ扱いやし、キャラデザが違ってる原因って言われたら、そこを指摘するんが手っ取り早いで。新他国王へ、これらはイズバコのラッピング車両から耳にした内容である。ほほう、ドッペルゲンガーというもののどちらも主人公を成しておるということか。ですがフェスにも3組目はアニメ版に準拠してるんですよ。どうしてこんな2つセリフが脳裏を伸びます。じゃが、水浴の太陽が書かれた時じゃと、そこまで事態が大きくなってなかったのじゃ。確かに、この件はどちらかというと、スクスタが処刑されたからこその話だ。確かに、それ以前やと、そこまで荒にならへんかったわな。現役時代だと、こっちでも制御できたから、問題がないと判断されたんだろうな。せやけど、処刑されてからやと、アニメ版の方しか動かされへんようになったってか。水力の太陽なんかはもっと、前からあったから、今の始まったもんやあらへんねんけどな。だけど、ミラクル対策戦の付箋が、その時点であったというわけか。水力の太陽が出ていた時点で、ミラクル対策戦の付箋が、始まっておったのだ。その時点でも音の木の魔女
個クラブの構想を耳にしておったくらいだ。それが今でのミラクル対策戦に繋がるってか。そう言われるとなんかしっくりくるな。まあその時やとミラクル対策戦が実際にあっても全く別の形式やったんやな。その時のミラクル対策戦も見てみていいもんだけど、ビッグバンが起きちまったらどうにもならんな。クラウディオ・ヌーモットは完全に抹消するのか、それとも封印するのか、どちらの方向で計画しておるのにゃ、こっち側の議場にも大きく関わってくるのにゃ。さっき言ったように、ニューロットは心の中にも潜むんだー。だけど、封印しても過去のネクロディアの目の前になるだけだから、もう思い切ってニューロットを潰しちゃってもいいんじゃない。そういうんやったらこっちももっと強力な兵器を開発してベネクレア王国を復興させた後のさらなるやり込み要素として進んでくで。こっち勝てにょっかいがどうなるかわからへんしでな。もっとユニバースのバトラーを動員せな感じで。ユニバースに関して言うなら、マーシが乗っておるフェザースターはもう見てくれたかな。妙にぼんやりと見えてきてるんだぜ。夢を見てるかのような感じだったぜ。ちゅうことは、そろそろドリフトのメンツもユニバースに仲間入りするちゅうことやな。ブラボー、ブラボー、これなら他のバトラーもやってきちゃうかもー。俺らもフェザースターとやらが見えてきてるんだ。クラウディの姿も見えるぜ。ああ、この俺もいよいよユニバースの仲間入りってわけだぜ。スターアットにまた一歩追いついてきた感じだぜ。待ってくれー。俺もおるぞー。慌てることやらへんで、そのうちに見えてくるんやから。音の木でもフェザースターを見かけたやつがおるちゅうしな。それなんかの付箋にしか思われへんねんけど、なんかあるんやろうかな。てか水力の太陽ちゅうけど、実際のところはユニバースが正体なんとちゃう。ははなんか師匠が慌てとるんやけど、確かに正体はユニバースやな。俺らがユニバースになれて、音の木がユニバースになられへんってことなんか。水力の太陽が出てきた時やと隠居する場所として夢次会に敵を置いたんやけど、逆に音の木の方が隠居してまう展開やで。それやと俺らの引退はまだまだ先になってまうわ。音の木も京都の花札やんに来てる以上、隠居する動機などどこにもないじゃろう。よっぽど体力を抹消してかなりと長い間休む中くらいならありそうやな。そうだよな。今のスターアットなら引退どころか長期政権の気配がプンプンだぜ。それやけど王権に挑戦すると表明してるから会長の座を譲ることになるで。問題はそのバトラーとして誰がふさわしいんかやな。ユニバースの誰かなんは確かやで。私どもの中から推薦されるというのか、我が家くらいからその手には乗れぬ。それ以上に気になるのは、ユニバースの存在が水力の太陽で暗示されてたってところかな。案外あっさりと付箋が見つかったんだけど、音の木もユニバースに仲間入りするのかな。フェザースターを見たのもおるから、そろそろあるかもしれへんで、とどめ打ちもありそうやしでな。その時がもう近くにまで迫ってきてるんじゃないかな。ミラクル対策戦の動向次第でもあるんだが。火中会がビッグバンを起こした後、ミラクル対策戦はどうなってたか、気になるバトラーもおるもんやな。あんなん誰も気にせえへんと思うてたんやけど。しかしながら音の木の果実においてニューロットがどんな誘惑をしておったのかが記載されておったのじゃが、音の木は一度だけ火中会に行ったことがあったじゃろう。そのことを覚えておるバトラーはおるものか。もちろん覚えとるで。あの時は日光に連れてかれてネクロシスを超えてったんやな。日光こそそのままニューロットに繋がれてたらよかったのに。それでも大阪エリアでの日光エアーは解消できんで、880万人訓練が廃止されへん限り日光エアーは解消せえへんようになっとるで。まああの訓練が廃止されることは一生あらへんわな。南海トラフと上町断層中真神が眠っとるし、うちらの本社の真下やないか。目覚められたら一発でぺしゃんこになってまうで。そうだよな。あれほど演技でもないことは大阪エリアで超えられないだろうよ。音の木がネクロシスを超えていった喧嘩、あれって1組目と2組目だけだったはず。それでいて水力の太陽なんか、その音の木って前の2組のことなんちゃう。それでいて水力の太陽なんか、その音の木って前の2組のことなんちゃう。
3組目も4組目ともども早急にスターフループ入りしてたしな。伊豆箱のラッピング車両やったら誰がフェザースターを見たんか知ってるはずやから、どこかで対面した時に聞かせてもらおうかな。まあこっちでもでかいネタが最近出てきたんやけど、はあ、なんでこのタイミングなんだ。それはスマリーがいないと話が進まないからだよ。まあここまで行ったならあとは直接会うだけね。もし5821が小悪魔になってたら代わりにうちがスマリーを引率するで、ソウルグレイブのスペシャル仕様で盛大にアドリブを見せたろうかな。めっちゃやる気満々やないか。ソウルグレイブが刺さりよったな。ワクワクするのはわかるんだけど、肝心の5821が仕切ってたらどうにもならないぜ。レインボーハーツ名の通りにハーツになんかの虹にまつわる電撃的な刺激を与えたら日の目を見ることができるんやろうけど、その鍵はもうこっちの手にあるんやわ。てかピエロの剣で言うんやったらフェザースターあれも書物になってたぜ。まあ身体因子を持つバトラーとかユニバースになるやつだけが見られる存在ってあるんやわな。わしが俺の二書物を見たってしょうがないじゃん。そうそう、さっきの音抜きのくだりだけどもっとすごいやばいことがあるみたいだよ。とりあえずスマリーと合流するわ。そろそろ本番も始まりそうやしな。久々のコーベルミナリエを思いっきり満喫して、あとは当時のバトラーの支援も忘れずに。フェザースターを見かけるようになった企画にして夢路の初期の頃に始まった企画なんやわ。フェザースターはそれ以前からおったわな。おいスターと、いつまで処刑されたスクスタの仕様で音の木の3組目の運用をやってんだよ。10万系メビウスもフェスに仕様になるんだぞ。スターとの兄貴はいけませんぜ。今双方の間での行き来ができなくなっちまってるぜ。どうしてこうなった、どうしてこうなった。やっぱり近鉄 5820KDH が小悪魔になってんだよ。なんやなんや、 DH のアホのせいでスタートがフェス2の仕様に変えられへんやって。そんなことがあるってか、全く聞いたこともねえ話だぜ。ということは近鉄 5820系 の DH の方が小悪魔に打点したというのは確定か。最近スタートがドリフトから離れてるのもそいつが原因なのは分かってたぜ。やっぱり5820系、9020系は絶対だったんだよ。大阪線でも同じ立ち回りがガンガンできたらよかったのにね。やっぱりこっちがスマリーを引率せなかんってことやな。鳴らしかー、おっおっおー、出番やでー。なんか言ったってないわ、あれはいかんぜよ。いくらなんでも行き過ぎだぞ。 5820KDH が冷遇されてるのはラッピング車両などからわかるけど、そんな逆襲することなのかな。まさかカリンカみたいにカナリアになるんとちゃうやろ。あかんあかん、あいつらに離脱されたら阪神直通の運用が成り立たなくなってまうで。じゃあ急遽で次世代一般車を阪神直通にしたらええやん。そして 5820KDH を大阪線送りにして、俺らはどうするつもりやって。俺らはトイレがないロングシート車両だからそのまま残りそうかもしれねえぜ。そうは言うけど次世代一般車は4両固定編成で LCD もついとるやないの。阪神難波線は LCD 付き車両が走られへんはずやで、 SIC ですら怪しいかもしれへんて。そいつと大阪線の設備の貧弱さが次世代一般車の導入を遅らせたのだな。阪神難波線ってそんなに欠陥があったんかんな。あの橋けたくなんしか来たへんねんけど、それ以上の大阪線の設備の貧弱具合だな。奈良線みたいに途中駅中が充実してる駅があらへんしな。西大寺とかと比べたら八木なんか明らかにしょぼいしょぼい。名張も大して駅中とかで充実してるわけでもあらへんしで、やっぱ生駒とか西大寺みたいなんがあらへんと飽きまへんな。北
況が丘なんか最盛期の3割にまで落ち込んどるし、まあ階級の10連が今度の春になくなるのは鶴橋にロープ式のホーム柵をつけるからってのが大きく影響してそうやわ。あそこめっちゃ狭いしな。このサイレンはどこかでなんか起きてるで、一種の緊急事態になってもうてるわ。現場はユートピア夢先よりもさらに東の世界の政務です。ついにユートピア夢先より先の円満を攻略の範囲が拡大していったれ。早速やけど現地に行くでー。インポスターズはどいつやー。ここでもいろいろと妙な気配を感じるのですが、やっぱり東古陣営はあちこちにさまよってるのですね。誰やろうなー。そんなインポスターズって DH のアホかもしれへんし、新たな相手かもしれへんで。むむむむむ、ここは他の大手支局と接続する大きな池なのか。やっぱり駅前は立派な建物で揃ってるで。さすがは月鉄かいわやら他社線の恩恵を受け取るんやろうかな。何かと思ったら赤田組のメンツじゃん。ということはシャラリンピッピがまた注目ね。俺もそいつでここに来たんや。なんか知らんけどここには毛のわからんインポスターズがおるみたいやで。さっき DH21 かなんかが小悪魔になってたのを見たわ。にしても何があってこうなったんやろうな。 DH22 なんかはどうせ銀ピカの CU704A。 うちがつけとる冷房装置になるんやってのにな。一体全体どうなってるんや。どういうわけかミラクル大作戦の経緯にスーパースターズアドベンチャーが関わってたのが謎だよな。連邦無限上にも大きな影響が出てきてたれ。刹那が半球になって多くリリスタを受けていってるってな。そのこともあって、ピーターの時は俺ら急行号が伝統無限上でも正式に運用することとなったんやけど、ピーターもドラグーンやからこそ、ビリスタ知らずで進めるちゅうのが、でかい話なんやで。あれやけど、俺らもビリスタを受ける危険性があるのが、参戦での大きなボトルネックやったんやわ。ましてや、グランプリの時はフライングを一発やらかすだけで、ビリスタ行きになっておりましたからね。快速特急クラスじゃないと、厳しいのがなんとも、いたたまれない話だけど、クイーンズクライマックスでも同じようにフライングがあっただけで厳しいことになってたよ。俺らはその時はビリスタを食らうとなったら他の場所でのレースが関わってくるんだけどな。クイーンズクライマックスでのフライングが当事者本人ちゅうことで、どっちにしても音の木の3組目が一番ヤバいこっちゃ。さすがはビリスタの本場やで。その本人たちが伝統無限上でもっとヤバいビリスタを受けてるわけでな。ある意味見て伝統無限上に受け継がれた中でも過言やあらへんのやわ。こっちとしてもグランプリの最終日まで苦しい戦いやったわ。よりによってグランプリシリーズでフライングをしでかしてたくらいやしな。だから年末年始を待たずしてマスタービリスタが起きちゃってやばかったわ。そしてあそこまでの7号車の不調の要因にスーパースターズアドベンチャーの失敗があるってわけやな。だからこそ大問題なんだってな。あの大会の失敗の原因が何なんかと聞かれたら色々と挙げられるからキリがなさそうだけど、カリンカがカナリアになった段階でダメだなと思ったぞ。その時にも一回投稿が出てきたでしょ。あれがスーパースターズアドベンチャーの失敗を大きく象徴してるんだよ。そのせいでドリフトでピーターになっても肝心の近鉄 5820K は9037に見向きもしなくなりよった。そもそもの話でスクスタの処刑があった段階でスーパースターズアドベンチャーは失敗と印付けられたんや。おい、1月5日あたりに DH25 が E37 と組んでたんだけど。それは気にしたらあかんで。あー
なんともいかんことをしてしまったんだな。それらも音の木がミラクル大作戦として奈良の若草山に基地を置いてやで、ロケットを打ち上げてそれで火中界に行こうとしたわけやわ。火中界のビッグバンを阻止するためにな。これによる皮肉な話は、音の木が火中界のビッグバンを止めようとする中で、肝心のスターアットたちが火中界のビッグバンを受け入れてたというところかな。これやけど、他者から見たら、なんで音の木が止めようとしてる中で、スターアットたちが諦めてるんやってなりそうやけど、実際はスターアットたちは実態をすでに熟知してたんが原因やな。宇宙戦争で荒ぐいんや、トーコと戦っていく中で。そう、ずっと前から火中界、空のビッグバンが起きると言われててやな。最近の宇宙戦争があまりにも激しくなったことと、トーコたちが長い間住み着いたせいで、現地はトーコ因子にまみれてる状態でやな。エナジーのバランスが著しく崩壊してたんや。いつビッグバンが起きてもおかしくない段階で、実際に9月に起きよったからな。あのタイミングだとロケットごとビッグバンに巻き込まれてただろ。そうなったら引き止めて正解だったのは明らかだぜ。ダメの木とか言われてたんじゃないのか。そんな言いようは聞かへんかったけど、なんかの罰ゲーム、リリスタみたいやな。響きがいいからって、あまり僕たちの名前で遊ぶのもどうかと思うよ。どっちにしても、そのことがあったから、ドリフトでも1組目に見向きもしなくなってたのが、目に見えてた。最近だと9024とかが、不気味に台頭してきたりで、これまた状況が一転していってるぜ。てか、スーパースターズアドベンチャーの、失敗って、何が原因だったのかが、なんかとか直接アプローチができないからだと聞いたことがあった。なんならそのことがスーパースターズアドベンチャーで致命的な弱点になってたと言われてたぜ。今度の春になってみようとり環状線でもようやく暁駅のホームが出来上がるんやわ。スーパースターズアドベンチャーとみようとり環状線双方で直接アプローチできひんのがまず過ぎたんやわな。暁駅はナーサリーワールドの再起駅やから、みようとり環状線の沿線とナーサリーワールドが一層近くなることから、スーパースターズアドベンチャーと関係なく暁駅のみおとり環状線ホームの整備が急務やったんやわ。そいつだー、そのことが致命的だったんだー。だけどそれがなんか大きな影響を与えてたのか、少なくとも小鳥肺で支障が出かかったらしいけど。まあ月の宮からサンタルキアが出てると言っても、月の宮を発着する御大鳥環状線を走る列車はそのまま御大鳥環状線を進んでいくんでな。サンタルキアとの行き来は別の駅でやってるのさ。月の宮での行き来は意味がないと思われてたのか。ナーサリーワールドのためだけにそんなことをやるのもなんか効率が悪いように思えるんだけどな。てか最近になってスポットを浴びたばかりだろ。サチコが戻ってきてからナーサリーにも注目が集まりよってやな。そもそもの話で、現地の周辺の駅は暁を除いて大きな駅中たら中津川くらい。暁はすでにドラグーンも止まってる一方、中津川は特急&U が止まるくらいと、双方の設備において格差が大きかった中影響もあるわな。ついでに言うと、暁駅自体の配線を大きく変えて、御大鳥環状線をセンターに置いて、双方との接続もがっちりと実行させる計画だぜ。ど真ん中の線路に特急列車が来るってな。元の線路は&U貨物線で使うとして、暁駅の役割はもっと大きくなるぞ。その暁駅の大規模工事を中心とした御大鳥環状線の月の宮から大原方面の再開発をピーターハーツと称して、各エリアの大規模な開発が進められるのです。皮肉にもスクスタとスーパースターズアドベンチャーが倒れてから、御大鳥環状線の暁駅ができる事態になるけど、ナーサリーワールドのアクセスがメインだからピーターハーツとして成り立ってるってことか。それで音の木がカナリアになったら皮肉どころじゃないでよ。何度も言うけど、スーパースターズアドベンチャーはトーコが出てきた時点で失敗だったんだ。日光占いでトーコが当たったあの時か、結局はわしらはスクスタを救えなかったということじゃな。スクスタが処刑されたのもトーコの存在と奴らの不信があるやろう。スーパースターズアドベンチャーのほんまの終わりは奴らの解散、このあたりやろうかな。もう一つの皮肉な話を言うんやったら、この後のルミナスハーモニー、あれも音の木の火炎奏でやろうとしてたことが、このスーパーサンタシップで反映されようとしてるんやわ。サン
タシップとカエンソウの境界がどんどん曖昧になっていってるような。だがしかしカエンソウには映画があるだろう。車両なのは映画館での話であり、映像サービスの需要から映画そのものは伸びておるのではなかろうか。サンタシップには映画が確認されてはいないんだが、いかんせん神戸ルミナリエの舞台はともかく神戸はユートピア夢先の聖地ではないか。それで気になるのはスーパースターズアドベンチャーが失敗してそれからの後処理やな。今の状況やとその後処理がうまくいってへんように思えるんやけど。10万系メビウスですら S2 の仕様に移行するってあるくらいだし、そうなったら処刑されたスクスタも何らかの形で処理されるんじゃないの？パルキューブとして名実の月鉄の車両に姿を変えていってるけど、その順番として優先的に1組目から取り掛かっていってるみたいだ。最近だと月鉄界隈は音の木の1組目に思いっきり冷め切ってると言われるぜ。加えて新年を迎えてからこのスーパーサンタシップを迎えるまでに我々の周辺での奇妙な事態が多く見られた。ところどころで感慨深いものも見られるのだが、新年を迎えた時から2024年度は異変だらけで油断ならへん状況やで、アツト創始者もベネクレア王国の復興が進まへんって随分とイライラしてたみたいやしで、本人の曰くつき月球の収録は聖域やから絶対に時間を押すようなことは許さへんやって。そこまでしてあの者は全力で取り掛かっておるというのか。手帳に言うとこんな事態があった。1月5日に5825が9037と組んだのは、ナラシカの A 編成が言った通りで、それ以外にも、伝統無限上では、から組みて7号車行きの出満州を、かくっておった。伝統無限上は毎日やってて、月球の収録以外でもビリスタが毎日あるんやわ。今週やって誰かさんが2日続けてビリスタを食らってたくらいやし、ちなみに諸事情があることから刹那もビリスタを受けられへん状態になっとる。ますます謎が深まっていくばかりやで。これは、いろいろと事態がありそうやわ。てか、その翌日の土曜日になって、初めてミャクミャク様と同調した後に、休日の1321列車に着いたんやわ。ミャクミャク様のクロスモードで初めての青山湖へ。それにもかかわらず DH のアホどもと来たら、あれは一生の無念。1月8日の成人の日に日光占いで日光に当たってもうた。そういえば9日の夜に地味に5820系が9020系後期車と組んでたけど、あれって組み合わせは何だったんだ。ところで5日からなんか変わったピータードラグーンが走っていってるみたいだけど、あの日よりカスミンピーターが走り出していってやな。当初は10日の午前までと思われとったわ。せやけどこの日はカスミンピーターが終日運用されており、11日に BBC トーナメントが開幕してからもカスミンピーターが続いちったわ。14日の BBC トーナメント決勝に至ってはついに7号車側まで猪木出満州を隔離寄った。このためのやり口だったのね。あそこに大きな伏線があっただなんて。猪木で満州になるオッズは時々出てくるんだけど、出てくるんかは別の問題だしな。15日には音の木の3組目も京都の花札屋に乗り入れることが発表されて、スーパーサンタシップに向けてさらに慌ただしい状況が続いていくこととなったぜ。その一方で近鉄 5820KDH の小悪魔化がどんどん深刻になっていく一方やわ。17日よりこじまれそうな人が一部一周されとったら、あれで何が変わっていったんかも注目やな。なんか例年以上に変化が激しいんだけど、ここまで情報量の多い1月って今までにあったっけな。明らかに多いで。神戸ルミナリエが復活して1月に移行した影響がもろに響いてるで。セイムに一旦はええねんけど、何が起きてるちゅうねや。またサイレンが鳴っとるわ。ここからほんまになんか起こりよるで。まずは5821か DH のアホンダラを探すで。あんま乗り気にならんけど、そこまで問題なんやら行くしかあらへんわな。さあなんさあなん、小悪魔になってもたんやから。
それよりも先に見つけなかん相手がそこにおるみたいやで。出なかったらわざわざここに来る動機がないんだもんな。わかるぜそれ。多分ハーツ対策戦がミラクル対策戦にぶつかった後かな。そこやー、見つけたでー。最初の相手が見つかったようやな。さあどういうことになってるんか見させてもらうで。なんやこりゃー、こんなことになってたんかー。どうしてこうなった、どうしてこうなった。マッチでミラクル対策戦が粉々になっちまってるじゃんか。マイマミーやー。ちょっとアニちゃん、これ主を失ったおとのきの3組目の末路やて。いくらなんでもここまで極端にいかんやろ。しかもおとのきの1組目までをなんて一旦こうなったってことはやっぱりミラクル対策戦は失敗していったんやな。最近おとのきの1組目の姿を見てへんちゅうにゃ、どうなってるんやろうか。スーパーサンタシップが差し迫ってる中でおとのき1組目がおらん、これは明らかな事件やな。誰がおとのきの1組目をさらっていったんか。いや、奈良線の5820系の仕業やろう。めっちゃ怪しい車両やけど、決まったらサーさんたちの仕業ってことになるわな。やってる相手が明らかに尖りすぎとった。てか、おとのきの3組目は何を悲しんでるんや。そっちやって京都の花札屋に乗り入れるって言うてるやないの。バルナスアースの岩土、ぶっそやろう。あわわわわわわわ、ここまで深刻になっちゃって。これはいくらなんでも緊急事態の中の緊急事態だよね。おとのきが京都の花札屋に来てるのに、おとのきの1組目がカナリアになるのはおかしすぎるよ。そいつらはスクスタの主を失った中より1組目がカナリアになったのを悲しんでるんか。そう言われると話がつながりよるわな。水力の太陽で俺に対して手に負えない中世帯は間違いなく前の2組のことやったわ。2組目に関しては自力でどうにかなったみたいやけど、残念ながら1組目に関してはそうはいかんかったんやわ。おとのきの1組目もヌーモッコにつながってもうたんやのうか。おう、なんたることなのにゃ。火炎砲はどうなってしまうというのか。何か対策があればいいんですけど、すでに持っているバトラーが急に出るとは。それがですね、そのおとのきの3組目の京都の花札屋の進出ですが、系列としては処刑されたスクスタのものを受け継ぐ形となるみたいなんです。奈良しかー、おっとおっと出番やでー。なんか言ったってー。このことにより、ハーツもレインボーハーツとして、さらに進化を遂げております。これをいかがにしてこの後の、ルミナスハーモニーで、活用するかが鍵を握ります。ということは、おとのきの3組目も、マーシが見えちゃやってるんじゃないの。そうだとしたら、1組目がなおさら置いてけぼりになっちまいそうだぜ。いずれにしても、そこの3組目のメンツ、主人が帰ってくるから元気を出すんや。スーパーサンタシップのルミナスハーモニーに水を差してまうで、そんなありさまやったらな。あとは、おとのきの1組目と、奈良線の DH を追いかけるんやな。サイレンが鳴ってここが現場中からには、確実にここにおるはずやで。じっくりと探っていかないと、見つからないだろうな。スンタ国王がいらっしゃる中で、そのような罰当たりなバトラーは、メンロットの予備軍やろうな。つうても、突如としてゴゴゴゴゴって出てくるかもしれせんから油断したなあかんね。とりあえず、クラウディに歯向かう奴らも、と捕まえておいてメンロットの、卵を立つぜ。赤田組だったぞー。スイッチ払えー。メンロットに卵だぜ。中華国王の前にひざまずくのだー。
災害物のメスタルでー。さあ、久々の爆撃の時間がやってきたでー。僕も血が騒いできました。ガンガン仕留めてしまいましょう。今回ばかりはこっちが一方的にインポスターズを攻撃してるのだが、ニューロットの卵やから変な目を見っとることに越したことはあらへんぜ。何が起きてるのですか。いきなり赤田組が暴れているんですけど。その件やけど、やらなかん相手が出てきたんや。それも奈良線の車両。まったくいかがわしい話だ。DH は何をしていたというのか。少なくとも、DH25 なら、ある程度は状況を把握してこっちに寄り添うんじゃないかな。もし DH25 が、9020蛍光汽車と、組んでたなら、事情を聞いてみるぜ。ん、今週は宇宙船に、一回も当たらへんかったからいまいちじっくり経験で。しかも肝心の運用は全部ブースンの、あげく、前日は20系だったというね。もう15運用にはくさんしたなあかんな、ろくなことがあらへんね。何回言うたかおい。てか、認識りでも謎の改造が、実行されとるし。トイレのリニューアルか、こっちもあちこちで起きとるわな。京阪なの舞台は比較的新しい路線だから、トイレのリニューアルも後になるんか。それもそろそろってところかな、東大阪線。そんなことよりも、ほらー何を、やってるんやー。行くぞー、ミサイル発射ー。戦争じゃ、戦争が始まっておる、緊急事態じゃー。ニューロットの卵をガンガン、と捕まえるにゃー。スターアットが処刑されたスクスタの、ルートに、行くからいまいち乗り気が出ねえけど。ユニバースになるからには、俺らもやるしかないってことだな。あなたたち、クラウディは何なのかわかって、こっちに歯向かってるつもり。赤田組だからというだけで、襲ってきたら承知しないよ。近鉄5820系5852F が相当カンカンになってインポスターズを襲撃しておりますよ。スーパーサンタシップの本番を目前にそんな悪事を働いて大丈夫なんでしょうか。やめてやめてやめて、ビールキスが二度足にさばき合いてて、今となってはサータン様が全てをまとめてらっしゃる。やがて、サータン様はスーパーサンタシップの本番にも接近するだろう。そう早くやろうかな。こっちはもっと強力な兵器を備えてるんやしな。そんなに明日遊びたいのなら、こっちにおいでよ。さて、問題のインポスターズは、一旦処分しきったところで。本番に向けて準備しないといけないな。特に、カナリアになった音の木の一組ね。どこにおるんやろうかな。まあ、取ってこな関門も多いから、先に行かせてもらうぜ。何かあったら報告を忘れずに。あれれー、なんか変な予感がするよー。道中で小悪魔になった近鉄5820KDH が、出没して大変なことになりそうですけど。それでも一人で向かっていったあたり、本人じゃないとダメってことなのかな。なんか変な気配を感じるんやけど、なんでこうなるんやろうかな。ほんまやな、落ち着きのあらへん事態が連発してるしでな。しっかしよう、スターアットは極力9820系9020系と若を合わせたくないと言ってるぜ。なんて話なんだ。そうなったらそうなったで難儀しそうだがな。敵には徹底的に入るってのが、スターアットのスタンスなのか。まあ、目当ての車両がおらんのに、現場に行くのは得がないからな。にしても、スターアットが一人でどこかに向かってったけど、何があったんやろうかな。話は聞いたよ。僕たちの中で一組目が、カナリアになっちゃってるってね。これだけど、異常事態を通り越してるよ。さっきスターアットは3組目が、京都の花札屋に乗り入れるって、言ってたし。だからこそ不可思議なのだ。スターアット本人しか行けない場所かもしれん。おあみちゃんしか行けない場所。そんなところに1組目の、音の木ちゃんが捕まってるとか。明らかに不穏な気配が漂っております。
スターアクトの新隊員士が居場所を特定しますので、何らかの事態に備えないといけません。特に問題児が出てきた時は恐ろしいんだけど、その恐れていた事態がここから起きようとしていたのです。なんか不穏なナレーションが流れとる。演技でもない話やで。これ、この建物の上におるんやってな。さて、何が起きてるんか見させてもらうで。妹が行かれへんのが怪しいんやけど、うわ面倒くさ。一番上の階やし、地道に行くしかあらへんか。あ、スターアットの月鉄会長。ここで対面とは、なんとも奇遇やな。そっちも同じくしてあの件かな。何があったのです、随分と慌ただしい様子ですよ。随分とシャレにならんことが、起きてしもうたわ。そんな。あの一組目のメンツがかなり嫌になってしまうなんて。まだはっきりとしてへんねんけど、事実やったらとんでもない話なんや。そうなりますと、この後のスーパーサンタシップで、ルミナスハーモニーを行うのに、差し支えが起きるはずですけど。正直のところ、こればかりはどうにもならへんのや。まるで、誰かに連れ去られてるかのうに。おいー、こんなところで振動はあかーん。キャー、パルナス界隈で地震があらへんことから、なんかの怪物が出てきたか。それともあの一組目が、本当にかなり嫌になっちゃったのかもしれません。いやー、どんどん下に降りちゃってますよ。あかーん。そんなことになったら、戻られへん、やんかー。あー、地下4階まで降りてしもうた。全然動かへんでこれ。一定時間、二人きりで閉じ込められるんかいな。トモコとかが待ってるちゅうのに。私も他のメンバーが待ってるんです。かなり冷えてるというのに。みんな。大丈夫、俺がいるから。もしあの時に会ってへんかったら、今頃はどうなってたんか想像しがたいもんやったで。あなたがいなかったら、一人きりで閉じ込められていたんですね。故障してるわけでもあらへんから、動き出すまでこのまま温めて、まっとくで。あ、ありがとう。なあ、さっきの振動だけど、明らかにスターアットが向かっていった方向だったぞ。やっぱり彼所に怪物が、現れたの、ですね。こっちもうかうかしていられません。いくらお兄ちゃんと言っても、限界があるのは夢路でも、何回も見てるから、見てみた方がいいと思うよ。ぜひとも私どもも同行させてもらおう。あの振動はマッチでシャレにならへんもんやったわ。おそらく、周辺のエレベーターは止まっとるやろうな。どうやって上に行くんやろうか。スターアットは地球船に乗っちゃダメだと言うから。なら、それで行くのがいいだろう。しかしながら、定員が問題だぜよ。そこからかよ。これじゃあエレベーターが止まってたとしても、動き出すのを待った方が早そうだ。どう考えても大丈夫じゃないよこれ。スターアットはどんなにのやら。めっちゃ心配なんやけど、それでいいもんなんやろうか。そう待ってたら無事に動き出したわ。あの一組目が心配になってきました。私も見てみても大丈夫ですか。そうやな。他のメンバーに知らせなかんことになるのは間違いあらへんで。一体、どうなってるんやろうかな。ストップだ。スターアットともが終焉地にたどり着いたというのだ。やっぱりお兄ちゃんなら先に着いてたんだ。にしては妙に時間がかかりすぎてるんやけど。エレベーターに閉じ込められたことが、もろバレではないか。あのスターアットがエレベーターに閉じ込められただと、ははなんかの冗談だろ。どうやら事実のようだ。それでも、先着できたのが、何よりだ。それでやけど、どういう状況になってたんや。こんなことになってるわ。これを見てわかるやろ。あー、スフォやろー。
嘘、そんな。一人を除いて、みんなかなり嫌になってしまったんですか。すっきゃー、死ぬかと思ったー。これ、明らかに近鉄 5820KBH の仕業やあらへんぜ。もっと致命的な原因が背景にあるんやわ。こうなってもうたら本番に行くだけやわ。 9020K が気まぐれすぎるせいで V とのコンビばっかやったわ。あんなドリフトにも参戦したくもないよ。 9020K?これは一体どういうことや。そっちも意思を合わなさなかんやろ。貴様にもミサイルをぶち込んでやろうか。どっちにしてもこうなったんやったら手段は一つやで。スーパーサンタシップでのルミナスハーモニー、あれで仮に形を元に戻せるかやな。さっき言ったように音の木の3組目が京都の花札屋に乗り入れることでハーツはレインボーハーツに進化を遂げていったんや。そういうことなのか。こりゃあその結果次第で順位が変わるな。どっちにしても近鉄 5820K の仕業やあらへんかったわな。ドリフトもこれで再び軌道に乗るであろう。あー、大兄さんがーってさっきなってたんだけど、やっぱり何もなかったね。でもエレベーターに閉じ込められてたんやで。そのラミーは早く戻ってきてるやん。遅れ15分ってなってたれ。そんなに経ってなかったのか。出なかったら先着で禁止な。そういうことで、みんなが待ってるから現場に向かうで。そこでの結果が、運命を変えるんやな。なんやって、カリンカが今回のスーパーサンタシップで蘇るかもしれへんやって。それ以上にかなりアになっちゃった。音の木の1組目を復活させる大チャンスだよ。こっちの結果にもかかってることだけど、音の木の1組目をかけた大きな勝負だって言うんだよ。前にそんなことを言ってた気がするんだけど、どうやら嘘ではなかったようだぜ。このスーパーサンタシップは音の木の1組目との関係についても大きな分岐点となる重要なパート。もしここしくじることがあったら、カリンカどころかあいつらまでもがかなり嫌になったままやで。あー、これは超責任重大なミッションじゃないの。やっぱり月鉄界隈のトップということもあって、ミッションの重さもインテンスそのものね。それ以前にここでしくじったら火炎層にも繋がらへんから、レガールにも響いてまうで。だそうで、他のチームにとっては逆にチャンスに思われるかもしれないね。ははははははは。そんなに音の木にかなり嫌になってもらいたいのかよ。悪くはないんじゃない。数少ない大きな賭けとしていけるはずよ。それがスーパーサンタシップの結果に影響するわけでもなさそうだし。どっちにしても俺らの成績次第やからな。師匠もミラクル対策前が大失敗する件を周知してるしでな。ダメダメー、信じられない。音の木が課長会を守るだって。そうだろう、そうだろう、誰も信じない話だぜよ。俺らもそんなことがあるものかと思ってるくらいなんだぜ。そういうことで、カリンカたちの復活をかけたスーパーサンタシップの本番に行くぜ。スタートのユニバース陣営がおとり、なんかこっちも緊張してしまうんだけど。俺ならカリンカたちが復活できるかどうか、そのあたりでドキドキなんやけど。妹、いよいよ火炎層に向けたルミナスハーモニーに突入やな。なんでここまで時間がかかっちゃのか。今もわけがわかんないんだけど、あんたあれこれ瞑想してたんはゴイドウユキやったから。なんか DH22 やないとあんま意味があらへんねんけどな。5年くらいに一度のオーバーホール。 DH22 なら中間の2両の冷房装置も変えられそう。せっかく3組目も京都の花札屋に乗り入れるのなら、ハーツもパワーアップさせないとね。失われたのは僕たちの1組目なら、こっちから迎えに行かないとね。みんな元気にしてるかな。いよいよスタートたちの出番だよ。スーパ
グランドチャイム、こいつはこっちがカリンカたちを迎えに行けたかどうかで全ての結果がわかるんや。迎えに行けたらこっちが優勝して、そいやあらへんかったら暫定トップのチームがゲットするだけの話。それ以上にこっちには火炎奏が控えてるんや。万博や夢二周年記念火炎奏に向けてスターズオン。おー、頑張ったねー。あー、スタートがフェザースターに乗ってやがんにー。おい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 、あれって火炎奏が書いてた光景だろう。よし、ここでスペシャルートならではの特殊なムーブをぶつかまつで、かかってこい。さあターン、これがレインボーハーツやー。あら、いつの間にそのようなものを、それでどう変わるってわけでもないのに、スタートのことだから何かあるのかと思っておりましたよ。いまいましいことに、クラウディも一緒なのですね。初めてバトルが展開されてくよ。これは今まででも特にダイナミックなはず。ギャラリーも応援しているぞー。サーターの杖払うのだー。ほっほっほっほ、お互いに強力な一撃を見せつけて競り勝った方を勝者としましょう。ええやろう、こっちが繰り出すのは無理なりやで。こちら側は拷問かと行きましょう。ギャラリーの皆様もどちらが勝利するか予想してみましょう。まあ、カリンカたちが復活したらそれまでなんだがな。ヴィーナスハーモニー本体よりも優勝するぜ。ほっほっほ、行きますよ。このファンタシップにまた新たな革命を起こしたろうやないの。来るぞー、来るぞー。おい、レインボーハーツが変異していったぞ。なんかのフラグだぞー。カリンカ、なんで復活するんだよ。あの辺は終わったんじゃないの。それだけにとどまらないわ。音の木の1組目も戻ってきてるわ。なんですかこのパワーは。これでは東湖陣営も殲滅間違いなしですよ。あいつらが戻ってきたからこっちの勝利やな。さらば、さらたい。あーん。あんだって、きっしょ、あいつもオカマなんじゃねえのか。クラウディは男扱いしてたけど、実際のところはよくわかんねえやつだぜ。それよりも、カリンカたちが復活したということは、結果はもう出てるんじゃねえのか。おー、スタートー。見事にやってくれたぜよー。ここでも優勝だぜー。
ここでの優勝はまだまだ中間駅火炎層があるんやからまだまだ発展させるで。終わらへん。この火炎層までの道のり、次世代一般者を迎えるのにもってこいやで。ベネクレア王国にてその火炎層ができればノーレガールの制覇が果たされるのじゃが。まあ優勝したからにはスーパーグランドチャイムもゲットせんとな。ってか、そのスーパーグランドチャイムもレインボーハーツと全く同じ色やで。これはこれで偶然が重なってるみたいだぜ。もちろんここから先は神戸ルミナリエを見させてもらうぜ。有料エリアがメリケンパークですか。そうなりますとあのムーブもできますね。神戸モザイクの観覧車からルミナリエを眺めるという初のムーブ。こりゃ新鮮やで。東遊園地に集中してた時には見られへんかった光景やわ。間違ってもこれでデートのコースにするってことはないだろうけど。確かにそうだよね。なんせ目的が目的だもの、本質をすり替えちゃダメだよね。ただ募金については何回も言うけど、グッズを買った方がよっぽど貢献度が高いで。一応それ相応のグラフィックならあるんやけど。それですけど別の相手がいたはずです。もっとも夢路においては話が異なりますけど、10年前からあったら色々とヤバかったよ。特にあの時のクリスマス会についてはね。確かにヤバかったなー。てか2017年度の収録もある意味で不全だろ。はは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 。こっちもその手の不線なら持ってるよ。てか、神戸ルミナリエギタンが火炎層やったりせえへんか。それやと最初から神戸ルミナリエを舞台に火炎層が本命で出てきてるやろ。まあそうならんかったんはサンタシップと被るからやけど、似たもん同士を一つにまとめるのは損でしかあらへんから、基本的にはやりとうないんやな。なんか以前までと違って心残りがほとんどあらへんのが不思議なもんやわ。あれじゃないすか、音の木をめぐって2016年度などと事情が全く違うからすか。間違いあらへんで、当時は音の木の京都の花札屋の進出すら高嶺の花やったんやで。そのゆえに例の楽曲の件は行き届かなかったわけやしな。逆に今回やと音の木の3組目、それも処刑されたスクスタの系列が京都の花札屋にやってくるわけで、明暗がはっきりと分かれとったんやわ。まあ強いて言うんやったら宇宙船に全く当たらへんかったことやろうかな。散々な15運用オールイーブン。こいつらがよう来るんでな。せやけど3万アンペア系はワンパクまれも、期間限定。今のうちにガンガン取っとかなかんわけあれ。それにしても、同じ音の木でも、なぜか1組目だけがカナリアに変身してたんだよね。僕たち2組目とか後の組は何事もなかっただけに、ものすごく不可思議。状況の理解が全然追いつかないんだけど、1組目だけがカナリアに、何かその原因となった出来事があったんじゃないかな。特に、赤田組の周辺とか。まずは音の木の3組目に対するソースの集中中説。アニメ版とフェス2が違う仕様で出てきたことでソースが分散気味になっちまったもんな。ただビジュアルの件は2021年度における黄色いネズミの第4世代のリメイクや谷町線の合成音声での駅放送と並ぶ月鉄界隈の新多世代3大名要素と言われてるぜ。新多世代3大名要素、そりゃあまずい話やな。スタートはそれを反応する気満々やったみたいあれ。黄色いネズミについては第9世代で元に戻ってったし、谷町線の合成音声も元に戻ってったわ。ニュートラムだけが合成音声ってなっとるで。そして今回の音の木の3組目の京都の花札屋の進出、これがスクスタ系列やったことで、2021年度における新多世代3大名要素は克服したと言ってもええやろう。少なくとも1組目がカナリアになった原因にはいくつか変みたいやけどな。次に考え得られる説、中点をやっぱりあの剣が尖りきっとるわな。結局はスーパースターズアドベンチャーが失敗したのが原因か。御大鳥環状線に暁駅のホームを置かなかった罪はでかいぜ。それよりも前にスーパースターズアドベンチャーが倒れてもうたんやったら話にならへんねんけど、それと引き換えに音の木の2組目が京都の花札屋に来て、そこから状況が変わっていってやな。スーパースターズアドベンチャーよりもカミングスーンタイムが
が優先されていったわ。9月になって火中会がビッグバンを起こしていって、特に1組目の肩身が狭くなっていったんや。さらに音の木の3組目までもが京都の花札屋に来てより孤立していったんや。間違いない。1組目はスーパースターズアドベンチャーが失敗してからどんどん孤立していったんだ。トーコが上陸してきた時点で先が見えたんだぜよ。どうしてこうなったのかが気になるけどな。あのダイヤはマジで使い物にならんかったで。階級の枠が6組だけやったしでな。そのせいでトーコが上陸してきてスーパースターズアドベンチャーがめちゃめちゃになって、最終的に業績が振るわずに失敗のレッテルを貼られていったのさ。それからスクスタの処刑と相まってミラクル対策戦が始まったわけですね。それだけどなんで火中会なんかに行こうと思ったんだろうかな。ニューロットを倒したかったんやってな。俺らを飛び越えるため考えてたみたいやけど、火中会はビッグバン目前であいつらの状況からして撃退が不可能と判断してたんやわ。京都の花札屋に上陸しないわ。スーパースターズアドベンチャーが失敗するわ。火中会がビッグバンを起こすわ。で音の木の1組目はまさに神田神社の霊の亡霊にたたられてるな。挙句の果てにカナリアになっちまうし、でハーツ対策戦で最も不遇の立場に立たされてるんじゃねえか。同じ音の木での明暗が激しいぜこれ。言い換えますと音の木の1組目と決別したからこそ京都の花札屋に上陸できた組が出たってことですね。そして例のフェスにですが、3月末をもって処刑が宣告されました。前作のフェスとスクスタを犠牲にしてまで立ち上げたフェスには、1年も経たずに処刑されることが、1組目がカナリアになってしまった一番の原因のようです。それもそれで皮肉な話やな。よっぽど1組目に問題があったわけやないか。運営の面やと3組目の方が問題だらけやけど、そこは俺らがさばいたるからええんや。フェス2の仕様に逃げてったジーン兄弟もこの件で今頃は火を吹いとるやろうな。腰抜けドリフトポンコツドリフトって呼んだろうかな。見たところだと音の木の1組目だけ音の木の中でも省かれまくってるぜ。だけどよ、音の木は1組目ありきじゃなかったのかよ。一体どうしちまったんだろうかな。他にもこんな声があったみたいやな。それは腰詰め管理数年企画でのことやな。なんやなんや、俺が現地で人気ナンバーワンやったウェイトレスみたいと、クマンと音の木の3組目を優先してた喧嘩、スーパーサンタシップの都合もあったからしゃあないで、あのウェイトレスは音の木の3組目やと、アニメ版 S2 の仕様しか対応してへんみたいやし。だからスタートに振られたみたいな状態になってたのね。サンタシップが近くなかったらタイミングが悪すぎたんだよ。まあ、星船会も10周年の PR がなかったらヤバかったみたいだし。そしてシャラリンピッピ、ようやく全区間をガンガン走れるようになったで。そしたら火炎草の姿が映り寄ったんや。やっぱりアイスやったわ。あー、なんで火炎草がうまく軌道に乗らんかったんかわかったら。そのアイスのやつと音の木も1組目とが全然かみ合ってへんかったんやら。そのせいで最善策が見つからなかったわけですね。カナリアになった時点で結果が見えてきましたよ。そうなったからには、せっかくじゃから魔女っ子クラブを再現してみないかーい。そうやなー、3組目が京都の花札屋に上陸したんやったら思い切ってやったらええやろうかな。ノーストレインの人は元気にしてるかな。もし再開できたなら。あとは東京ラプソディについてももっと伸び伸びと攻略できるんじゃないかな。少なくとも神田神社周辺を避けて攻略したら良さそうやな。それにしても DF50 にもいつの間にかここまでのし上がってたよね。音の木の1組目と噛み合ってへんのが明らかに見え見えやったから、ソウルグレイブで対決してみたんやわ。案の定こっちが勝ち取っていったって話やで。こいつの場合は大阪戦のチームが勝ち取って正解だったな。奈良線の編成の不遇ぶりを見ると結果的に良かったもんやで。久々のルミナリエだけどやっぱりなかったパスよ。プロジェクションマッピング、確かにな。まあ本年度は復活して最初だから小手調べ的に動いてる節があったな。少なくともパンデミック明けはこれで確定したってところね。そのあんなにこっちで展開された企画と重なって月2はかなりとカオスになっとるわ。
下手したら最終的に毎日収録というものすごく過酷な運用になっちまうぜ。ここからさらに続いていくんだってな。火炎草とか東京ラプソディ、しばらく名古屋エリアは出番がなさそうだから、こっちの東京ラプソディに行こうかな。音の木とかフェアリーフィーの監視も兼ねて。その必要はもうないよ。今となってはいろいろと兵器も揃ってるからね。ネッシーが遊びに行ったらカオスな会になりそうだぜ。マプミンパンが収録として転換されていくんやろうかな。火炎草果たされた時に何が待ってるんやろうかな。Believe
結局はプロジェクションマッピングがなかったな。スーパーサンタシップもそこまでインフレしなかったしな。案外そこまで恐れるほどでもあらへんかったし、言い換えたらしばらくは連覇を続けられるチャンスやで。来年度はスタートたちと直接対決できるように鍛錬するだけだぜ。こっちもオリジナルの兵器を作るのが一番だな。今からその作戦を練ってやるぜ。